大きな山、ここに神が宿る。大きな石があったら、ここにも神が宿る。綺麗な湖があったら、ここにも神が宿る。海の中に島があれば、ここにも神が宿る。神道って素晴らしいなと思うんです。はい、皆さんこんにちは、あるいはおはようございます、あるいは皆さんこんばんは。YouTube 新版日本国旗の時間がやってまいりました。ただやっぱりね、YouTube 見てますと、どんどんこう再生回数が増えていく。嬉しいですね、やっぱりね、自分の番組見られてるのは。私はもうずっと30年以上テレビの放送作家やってましたんで、テレビの放送作家きついんですよ。オンエアする、これがどういうふうに見られてるかと。で、翌日にね、視聴率がバーン出ます。視聴率っていうのはね、大体全体で何パーセントで出るんですが、分刻みで出るんですよ。1分刻みでね、上がっていく下がっていく。で、 CM になったらドーン落ちます。 CM が終わるとまたドーンと上がります。あれ見てるとね、本当にみんなテレビ見てるの、こうやってもうザッピングって言うんですが、これ見ながらね、チャッチャやってるの分かりますね。で、やっぱりね、例えばもう深夜番組なんか、こうポロンとおっぱいが出たりしたら、ガーガーガー上がっていくんですよ。他のチャンネル見てる、でも よその番組でおっぱい出てるの分かりませんよね。だから、おっぱい出てましたよ、何チャンネルでおっぱい出ましたよなんか出ません。でもね、ブワー上がっていくということはどういうことかというと、しょっちゅうピッ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 やっとる、ピッ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 やっとで、あ、おっぱいやったらそこ止まるんですよね。そうやってだんだんこう上がっていくというね。だからテレビ見てるっていうのは本当にね、すごいこうみんな時間が早いですね。ですから YouTube もですね、最初の30秒がすごい大事。最初の30秒で、あ、もうおもないでパッと切られて、30秒持ちませんよね。だいたい5秒か10秒ぐらいでもう切られる。で、テレビの場合はね、地上波の場合はチャンネル5つか6つしかないから、また戻ってくることあるんですが、YouTube の場合は大変戻りません。そういう意味でね、YouTube の方がテレビよりはるかに厳しいです。YouTube は番組がもう何万ってありますからね、何万どころじゃないですよね、何百万ですね、何千万ですか。そんな中で、この番組を見ていただいている視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。第2章、飛鳥時代から奈良時代と。飛鳥時代は、不思議なことに、天皇の絶対的な力というのはね、かなり薄まってると私は感じます。当時はね、蘇我一族、蘇我氏ですね、それと物部氏、この2つの二大勢力があってですね、歴代天皇をですね、蘇我氏が推す天皇、あるいは物部氏が推す天皇、そういうのが次々天皇になっててですね、で、天皇になってもですね、蘇我氏とか物部氏の言うことを聞かなあかんとかですね、天皇の力が相当薄まっていたという感じがします。その証拠の一つがですね、崇祯天皇と言います。この崇祯天皇はですね、なんと蘇我の馬子に暗殺されてるんです。それでですね、蘇我の馬子は崇祯天皇を暗殺して、そしてまたこれをですね、自分の思い通りになるような形かなと思うんですが、推古天皇というね、日本で初めての女性天皇を擁立します。このあたりね、権力闘争、つまり天皇は傀儡に近いんですよね。実際に権力を持ってるのはその蘇我氏とか、あるいは物部氏で、この蘇我氏と物部氏がですね、やはり同じように自分たちが天皇を立てて、そしてそれを自分が真の権力者となって、自由に動かしていくという、古代史の学者によっては、実は蘇我氏は天皇ではなかったのかというような、そういう大胆な説を取る人もいらっしゃいますが、この辺はね、本当に謎なんです。で、結局、蘇我氏と物部氏は、最終的に仏教をめぐって争います。で、これ実は天皇の間でもですね、仏教派といわゆる廃仏派、つまり仏教なんかダメだという派と分かれて、この辺りで代々天皇とそのいわゆる蘇我氏と物部氏がこう争ってるんですけど、でも最終的に日本は仏教を受け入れました。そしてその仏教を受け入れようとした蘇我氏に対して、仏教なんかダメだと言ってた物部氏もいずれ一族がありますけど、物部の守谷一族なんですが、これが最終的には蘇我氏に敗れて、殺されて、そして物部一族はそのままこうだんだん没落していくんですが、ちょうどこの時代に、だからさっき言った時代に、その大体500年ぐらいの間に仏教が日本に入ってきたわけです。それまで日本には神道というのがありました。神道ですね、これはね、日本独特のもの、日本の神道というのは万物、世の中ありとあらゆるものに神が宿るという、よくこの八百万の神と言いますね。大きな山、ここに神が宿る。大きな石があったら、ここにも神が宿る。で、綺麗な湖があったら、ここにも神が宿る。あるいはこう海の中に島があれば、ここにも神が宿るというふうにね、これが日本の神道の基本なんです。で、果たして神道というのは宗教であるのかどうか、この辺が難しいですね。宗教というのはですね、
必ずこう教祖がいて、あるいはその教義とか教典とかあるわけですよ。キリスト教には聖書がありますね。イスラム教にもマホメットの教えのコーランというのがあります。仏教にはです、仏様は直接ものを書いてないんですが、その弟子たちが書いた仏典というのはたくさんありますね。でそれぞれみんなやっぱり教祖がいて教義があって教典があるんですが、神道には何にもないんです。だからこういうことを信じましょうとか、こういうことをやりましょうというのはないんですね。まあ神羅万象に神が宿るという自然信仰に近い考え方が基となり、祖先を敬い常明正直と言いますが、つまり清く明るく正しくまっすぐに生きることを、まあそれがいいと。すごいまあ大雑把なもんですよね。清く明るく正しくまっすぐに生きようというね、これが神道の基本的な考え方です。だからね、神道って素晴らしいなと思うんです。よくの一神教とかになります。一神教はね、例えばもう、まあ、イスラム教もキリスト教もそうですが、もう唯一の神、神はただ一人、絶対的な神、偉大な存在。そしてですね、教義以外のものは全て異教として排除する、もう一切他の宗教は認めないというのは、まあ、これが一神教なんですが、日本は違うんですね。もういろんな神がいる。ですから日本に仏教が入ってきて受け入れたのもそれなんです。いろんな神がいるんで、当然仏教も OKOK いらっしゃいつとかあるんですね。今神社はですね、大きな社があります。まあ、神社というやっぱりね、そういうこう祠とかそれもあります。でも元々の神道は社がないんです。ですから山そのもの、あるいは島そのもの、あるいはその大きな木、それが神社であったわけです。つまりそれ用の建物とかなかったんです。で現在、まあ、神社いろいろあります。まあ、大きなものやったらね、伊勢神宮とかいろいろありますが、まあ、出雲大社とかいろいろありますが、これはですね、全部仏教が入ってきて、仏教のお寺とか出てたんで、あ、ほんなら神社でも作ろうということで、まあ、いろいろこう社を作り出したという。だから本来の神社というのは何にもないんです。だからね、こういうことを見てるとね、やっぱり日本って独特やなと。あるいはまだだからこそ素晴らしいなと思います。ですから日本はですね、もういろんな宗教をどんどん受け入れるんですね。でそれは当然もう、基本的には神道があるからなんですよ、はい、ですからね、この神道というのは果たしてもう繰り返しますが宗教かどうかというのはまあすっごい難しいですね。私は宗教というよりもですね、民族的な道徳に近いかなと思います。そしてまあ基本的にはこう自然に感謝、この世の中の全てに感謝というね、これが日本の神道の素晴らしさかと私はそう考えております、次回はこの後日本はどうなっていくのか、仏教を受け入れたことによって、まあ、日本は変わっていくのか、そして大変な人物が登場します。それを次回やります。それでは皆さん、面白いなと思ったら YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。